塾長、教えて。体が辛いぞー。塾長です。皆さん、最近はどうお過ごしでしょうか。インフルエンザ流行ってるみたいです。皆さんもぜひ気をつけてください。そんな私もですね、このまあね、正月明けてからですね、非常に体調が悪くてですね、ずっとなんか寒いなと思ってたんですよ。で、ずっと寒いなと思って、首も痛いなぁ、あーなんかおかしいなぁと思ってたら、ようやくですね、来ちゃいましたね。これはもう完全に風邪ですね。体が激重です。バイト、まあ夜勤のバイトをまあ毎日やってるんで、まあそれ、今夜寝てないっていうのも悪い、体にね良くないんですけど、まあとりあえずですね、今日は塾長内科へ行くということで、ですね、日本では風邪をひくと内科というところに行きます。もしくはですね、まあ中学生ぐらいなら小児科というところに行きますので、皆さんもぜひ覚えておいてください。とにかく体調が悪いということで、メガネが曇りながらですが、行ってきたいと思います。レッツスタート。はい、こんにちは、塾長です。今内科病院に来たんですが、なんと水曜日休みです。やってしまいました。どうしよう。とりあえず近くのやつを探したいと思います。また後で。はい、どうもちゃん。今病院から帰ってきました。まあですね、とりあえず病院に行ったらですね、まあ熱を測ったらですね 37.8 度もありましてですね、あ、これはマジでやばいやつだと思って、それをまあその受付の人に見せたらですね、もう顔色が一気に変わってね、あ、この人インフルエンザじゃない、インフルエンザなんじゃないかっていうことでですね、思われてですね、もうすぐに診察室みたいなところに呼ばれて、ね、検査みたいなのされて やったんですけど、まあ結果から言うとですね、インフルエンザではありませんでした。まあ嬉しいような悲しいような、というのもですね、インフルエンザと診断されればですね、問答無用に休めます。バイトも仕事もね、まあ学生だったら 学校も問答無用に休めます。もう人と接してはいけませんから、インフルエンザの場合ね。でもインフルエンザではないということは、まあ別に学校に行かな、まあ行かなくてもいいんですけど、仕事にも別にしんどかったら行かなくてもいいんですけど、別に休んでくださいとかそういうあれがないので、あとは僕の決断になるわけですね。ですから、僕の性格上、風邪ぐらいでは仕事を休めないんです。そういうふうに育てられてきたもんですから、インフルエンザにしてくれと、嘘でもいいからインフルエンザと言ってくれと言いたかったですけど、まあそういうわけにもいかないんで、まあ、実はですね、私34年間一度もインフルエンザにかかったことはありません。
やはり何かそういう抗体を持っているんでしょうか。ただ熱はものすごい今出ておりますので、とりあえずですね、今日はこの動画を撮って、寝たいと思います。皆さんもですね、インフルエンザには気をつけてください。特に、学校に行ってる方はね、周りのいろんな菌があると思いますから、ね、病気の時はしっかり休むように、ね、で、予防のためにね、マスクとかもね、日本だとね、マスクしてても別に、外でマスクしてても別に普通ですから、ね、ぜひ皆さん体調には気をつけてください。それでは私は寝たいと思います。おやすみ。